また2014年国連人権理事会は東アジアに含む戦争下の領域におけるイスラエル入植地法制を再確認しています。なのでもうこの50年以上にわたって実は違法な行為が平然と行われている。国際社会は何もできない、何もしてない。この問題の本質、これを解決することなしに、このお集まりの皆さん、お時間ありがとうございます。ことは至って単純です。私たちの祖国この日本はまだ当時は国連に加盟して今に至るまで見て見ぬふりをしています。ウクライナの人たちがロシアの侵略を受け抵抗しようものなら英雄扱いですが、皆さんぜひ共にパレスチナの民のために声を上げてください。不義を不正義を見過ごさないでください。お願いいたします。発信！